国鉄式160軽貨車は、1955年3月16日に、日本車両製造で1両のみが製造された130トン、積み大物車である。富士電気所有の主有化車で、当初は、日本国有鉄道、1987年の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席編入されていた。本形式は、特大貨物である。 変圧器を輸送するために製造された貨車である。搭載方法は釣りがかり式と称し、搭載する変圧器の容器自体が、車体の一部を構成し、両側の針で吊り下げて支えるものであった。このため、搭載する貨物によって全長が変化する。空車時の全長は2万3 7 5 6ト、mm、ルに達する。車体は高張力鋼を用い、に受け量は、 トラス構造である。走り装置は、両側の枕枠それぞれに一段リンク式の軸箱支持装置を3つ連ねた n c 2系ボギー台車を各2つ備えており、全部で12軸ある。1961年には、性能向上のために、日本車両製造東京支店で改造工事が実施された。台車の車輪径も、後に 800mm に変更されている。 製造当初は安全液状日で富士電気製造川崎工場で製造された変圧器を各地へ輸送していたが、1962年の千葉工場の開設と1963年の京葉臨海鉄道の開業を受けて京葉市原液状日に変更され、千葉工場からの出荷を担当するようになった。1968年10月1日ダイヤ改正では、 高速化不適格車とされて、最高速度時速 65km の指定車となり、識別のため記号に路が追加され、路式となり記1号の帯を巻いている。1997年9月に最後の変圧器輸送を行い、1998年に全県切れとなった。その後は工場内で保管されていたが、2007年8月に、 三重県稲部市の貨物鉄道博物館へ寄贈され、生体保存されている。2010年には、貨車発達を示す、重要車両として、補希5700、和風2万1000、名鉄と200とともに重要科学技術資料に指定された。ありがとうございます。